え僕はですね、ぴょこたんっていう名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕はニンテンドー信者ね。やっぱ僕ってさ、時代を先取りしてるから、最近の中国牽制のムーブメントって、ゲーマーと,とって危機感持った方がいいぞってさ、前から言ってたじゃん。そしたらもうやっぱり、それにドンピシャな事件が起こっちゃったよね。フォートナイトが、アップルストアと、グーグルストア、プレイストアから消されました。で、これも、表向きの理由とかはあるんだけど、 でもやっぱり裏を見ればアメリカと中国の戦いなんだよね。まあどういうことかっていうとアップル、グーグルっていうのはもうアメリカ側の巨大資本なわけで一方フォートナイトっていうのはもともとはアメリカ側の会社なんだけど創業者の持ってる株以外のほぼほとんどをテンセントが持ってます。そのテンセントっていうのが中国の企業でトランプが規制したウィーチャットとかその辺の一番大きな 財力を持っている企業なのね、テンセントって、うん。で、そこがやっぱりエピックの大株主なわけで、そうすると、なんで規制したのかっていうの具体的な表向きの理由としては、まあ、アップルとグーグルってさ、30%取るわけよ、手数料を。自分らのプラットフォームを利用して売ったものに関しては、一律30%取りますよと。中抜き商売でね。で、30%っていうのはちょっと大きすぎないかと。 1000円のものをね、そこのサイトを経由して売ったら、300円一律取るっていうので、で、フォートナイトとかも、スイッチとか多分もっとだから利率が低いと思うんだよね。スイッチとか、プレイステーションネットワーク上で売った場合は、もっと利益があるのかもしんないけど、スマホ版の場合は30%全部取られるから、ちょっとこれマージン抜きすぎじゃないかっていうのを前々から言っていて、で、それで、フォートナイトのソフト内で、 p p プルから VBOX を買うと、こんだけかかっちゃいますけど、我々の EPIC ストアからアカウントを通して直で VBOX を買えば、ゲーム内通貨を買えば20、20%オフ。つまりアップルから抜かれるマージンの分をキャッシュバックしてあげるんで、ぜひこっちの方から買ってくださいっていうものをソフト内に組み込んだのね。これもまあ反発なんだけど、 まあちょっと小鶴がしい反発なんで、それに気づいたアップルとグーグルが、これはその規約に違反する不正だって言って、フォートナイトを消しましたと。で、表向きの話はそうなんだけど、やっぱりそれは今までの積み重なったね、アップルとかグーグルに対する不信感とかがあったりとか、あとはそのテンセントと、えー、アメリカ側。 みたいな細かいやりとりがあった中で爆発したっていうことだね。で、まあ僕の考えとしてはだけど、これ個人の意見としては、フォートナイト側を応援したいね。これは、まあ確かにやってることはその規約の裏をつくようなずるいっていうことかもしれないよ。だけど、まずそもそもの独占禁止法とかにもちょっと触れるような、もうアップルとグーグルしかないわけじゃん。まあスチームとかいろいろ他にも Nintendo Shop とか PS とかあるけど、でもスマホで、 ゲームをやると言ったら、その二、二つのどっちかから買うしかないわけで、そこが、両方ね、口裏合わせて30%って言ったら、仕方ないから、メーカーは30%払うしかないんだよ。だけどこれって、めちゃくちゃ殿様商売なのね。だ30%って別に何も、ただ真ん中に入ってるだけで30%抜くって、でもそこで売れちゃうから、足元見られて30%抜かれてんのね。だから、やっぱりそういうメーカー側不信感を募らせるし、 じゃあ、これを過去にやって、殿様気分で、その後ね、みんなからそこ向かれて大失敗した企業はね、実は過去にもあるんですよ。それがどこかっつったら、皆さんご存知、ニンテンドです。ニンテンドは、ファミコン時代に、えげつないほどの殿様商売してたんだよ。ファミコン売れるでしょって、自分らのソフト出したいでしょ。じゃあ、このロムカートリッジをいくらでまずドーンと買って、で、それを、 マージンをこんだけ抜くから、このロムカードリッジしか出させませんよ、と。いうことをやって、ボロ儲けしたんだよね、あれ。ファミコン、スーパーファミコン。で、もうこれはニンテンド一強時代で逆らえないから、メーカーはそれに従うしかなかったの。ずーっと。だけど、心の底では、こいつふざけんね、そのた商売しやがってふざけんな、ってね。やっぱり思ってたんだよね。そこに来て、プレイステーションの登場なんだよ。そこで、プレイステーションに一 一気に勢力が傾いたっつうのは、ソニーが本当優しいその CD r o m でやったの。これは、なんなら岡本良樹さんもね、これをすごい詳しく語ってる動画があるんで、それ見てもらえればわかるんだけど、開発会社にとって有利な条件を出しまくったわけ。だからそう、プレイステーションが一気にファイナルファンタジーとかドラクエとかも全部いったでしょ。 今までニンテンドーがやってきた殿様商売に誰も逆らえずに従ってね、ソフトの価格だけは1万円超えたりとか、しょうもね、ロムカートリッジになってたのが、そのプレイステーション CD、CD r o m によって、一気にゲーム業界の情勢がガラリと変わったっていうのは、今までそう抑え込んでた、ずーっとそういうね、蓄積があったからこそ、ああやって、寝返るのも早かったわけで。で、そっからニンテンドーが再び、天下を取るまでっていうのは、ずーっとね、 暗黒時代が続いたんだよね。任天堂64、ゲームキューブ。この二つなんだけどさ。で、Wii で盛り返したは盛り返したんだけど、でも結局サードパーティーに対しては、まだ冷たい状態が結構 Wii でも続いたから、Wii の転換は長続きしなかったんだよ。ソフト不足になって。そういう反省も全部踏まえてのスイッチがあるわけ。スイッチは、 それに関しては、もうほんとインディーゲームとか小さなね、デベロッパー、そのゲームを作る会社に対しても、ほんと優しいし、あとはその、インディーゲームの売る、ストアの窓口が開かれてんだよ。みんなに。だから、例えば PS4 とスイッチ c h と、まあ、Steam とかで同時にインディーゲームをリリースしたとしても、意外にスイッチの売り上げがダントツで伸びてたりするの。これは、ほんと素晴らしい。あとは、やっぱそういう、小さな、 インディーゲーを作るようなメーカーに対してのサポートも今までのニンテンドとはね、打って変わってね、ほんと優しくなったの。で、ゲームショーなんかでも今までニンテンドは一切出店しなかったけど、インディーゲームメーカーのところにお金出してるのはニンテンドも出したんだよね。今までゲームショーなんかは自分ら関係ないから、一切そっぽ向いったんだけど、で、その商談、インディーゲームのメーカーの人たちと商談するブースだけは、ニンテンドも作ったの。 それほどインディーゲームに対して開発者に対してゲーム開発者っていうのはゲームハードにとってもプラットフォーマーにとっても財産だっていう意識改革が起こってそれによってのスイッチのさまあ今ソフト不足の中でもインディーゲーム盛り上がってたりとかこういう状況があるわけですよビジネスチャンスをちゃんと与えて環境を与えてしかも優しくしてやっぱりね北風と太陽で言ったら太陽さんになるべきで今のアップルグーグルは 北風なんだよね。かつての任天堂のようなことをやってるんだから、そうすると今まで溜まってる鬱憤っていうのはいつか自分らに跳ね返ってくるぞと。そういう意味では僕はやっぱりフォートナイトのそういう勇気ある行動じゃん、こういうのって。排除されてね、まあ南国人というプレイヤーを失いながらも自分らのまあそういう未来の権利のために戦うっていう姿勢だからさ。これは僕はフォートナイト側を応援していきたいかなと、多少は思ってまして。 V バックス買うのもね、これからはまあちなみに僕は PS4 版で遊んでるのに VBOX は Nintendo を経由して買ってますからこれが信者だねクロスプラットフォームなんでどこのプラットフォームからでもログインできるし買えるだからスマホ版でログインして買えば Apple に金が行くしっていうのもあって僕は Nintendo Switch でプリペイドカードでログインして VBOX を買って普段は PS4 で遊ぶというですね素晴らしい信者のね えー、プレイをしてますんで。なんでまあ、今回の戦いっていうのは、意外とだからゲーム業界にとって結構重要な戦いだったりするわけで、こういうことになると、つまりはさ、そのポケモンユナイト、テンセント社が開発している、ポケモン版 LOL と呼ばれている、ポケモンユナイト、5人対戦みたいなやつ。あれもさ、スイッチとスマホ版のクロスプラットフォームで遊べますっていうふうに言ってたけど、リリースがポケモン社でも開発全部テンセントでやってるのね。 あれがクロスプラットフォーム、今回のフォートナイトの件でトラブったクロスプラットフォームでちゃんとできんのかどうかもちょっと不安になってきてるわけよ。元を正せば同じ会社が絡んでるっていうことでさ。ただ一つ言えるのはやっぱさ、そういうことによってユーザーに不利益が生じてるわけよ。今までスマホ版でさ、フォートナイト楽しんでた人がある日を境に急にできなくなっちゃうわけじゃん。それっていうのはまあ結局はそういう大人の事情が ユーザーまで降りてきてユーザーが損をしてるってことになるんだよねだからそういうことがこれからも増えるとなるとちょっときついなと思うんでまあ僕はゲームメーカーに近い側を応援したいかなとやっぱり面白いゲームをただやりたいっていうそれが基本だから、まあ、PUBG もそうだねプラチナゲームズも買収とは言ってないけど定型って言ってるけどかなりのお金を出してるんじゃないかなっていうのを匂わせてるよねまあだけどその 経営には口出ししないみたいな多分スタンスでいるんだと思うんでいろんなところに対して。プラチナゲームズだってね、いいゲームは作るけど経営自体はどうかって言ったらようわからんじゃん。だからそういうところにちゃんと金を差し出して口は出さないって言うんだったらまあいいよな。現時点ではそんなになんか口出してる感じはないでしょ。なんとなくわかるのはやっぱり自分がもともとその会社のゲームが好きでさ だけどその会社が立ち行かなくなってきてるっていうのを小耳に挟んだら、だったら金出すから好きに作ってくれっていうふうに言いたくなる人っているじゃん。そういう感覚なんじゃないかなと思うんだけどね。プラチナゲームズに関してはね。わからんけどね。まあ、そんなところですか。